こんにちは、ハレです。皆さん今日も一日お疲れ様でした。本日の動画は女子が実は出している夜のお誘いサインを紹介していこうと思います。これめっちゃ気になるっていう人も多いと思うんですよね。女性から男性に誘うのってあんまり一般的じゃないというか、圧倒的に男性側の方が多いと思うんですよね。なんですけど、実際は女子側も結構したいと思った時にいろんなサインを出してこれ気づいてくんないかなみたいな風に思ってる人ってのもやっぱ多くて、女性の方はちょっとそういうのが恥ずかしいとか、これってなんか自分から言うとちょっと惹かれないかなとか、そういう風に思ってあんまりこう言えないとかっていう人も結構いたりするので、この小さなサインを気づくか気づかないかというだけでその後にもあんなことやこんなことができるかっていうのはだいぶ変わってくるので、今回はまあ気になる方がいたら最後まで見ていただけたら幸いです。もしも今度が少しでも役に立ったなと思う方がいたら高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。ということで早速、今日はちょっとちなみにクロノくんとシマエナガを召喚したいと思います。ということで、まず一つ目は、最後の言葉は男性側に言わせるように誘導してくるということです。これそもそもなんですけど、女子側も結構ねしたいと思ってる方割と多かったりするんですよね。もちろん男性に比べたらそんなに多くないかもしれないんですけど、この後こういうことあるかなとか思ったり予測したりしてる人っていうのは結構多くて、でもなんで男性の方が圧倒的になんかしたいアピールが多いかって言ったら、女性がって極論この後の流れに任せようみたいな感じで思ってる人って結構多いんですよね。この後男性側が革新的な一言言ってくれたり、ちゃんとしたムードを作ってくれたら、あ、別にこの人とだったら全然いいかなみたいな風に思う人っていうのもやっぱ多くて、なのでそういう風に思ってる女子ほどやりがちなサインが、最後の言葉は相手に言わせたい、でも一応こっちは別に NG じゃないよっていうサインだけ出しとこうかなっていう形です。実際にいただいた意見としてあるのが、この後どうするとだけ聞く明日何もなし暇なんだって言っとくなどです。こういう風にこの言葉だけを言ったら、じゃあホテル行こうよみたいなのにはならないと思うんですよ。でも一応こっちのヒントは出しとくみたいな、なしではないという状況ではあるので、あとはもうあなたにお任せしますよ、あなたがそんなにこうしてこないようであれば別にこのまま帰ろうでもいいし、ちょっと押してきてくれるんだったら、まあ、別にホテル行ってもいいかなみたいなっていうので内容は出してるみたいな感じ。これは一女子としてすごいわかります。この後どうするっても聞いてる時点で何か提案をもらいたいと思ってるっていうサインでもあるし、あと明日何もないし暇なんだって言ってる時点で、この夜から明日のその昼ぐらいまではもう別に私は開けることはできるよみたいな風に言ってるのもあるかなと思います。2つ目はちょっとか弱い女感を出されるです。これは男性側から見て、この子ちょっとか弱い感じ出してきたなと思ったら、これは一つのサインとして見ておいてもいいと思います。ちょっとこれだけだとか弱い女感ってどういうことみたいな風に思う人もいると思うので、実際の意見をちょっと踏まえてたんですけど、普段お酒弱いし顔赤くならないから顔に出ないけど結構酔いやすいんだって言っちゃう、席立った時わざと少しフラフラしてみたことあるっていう意見がありました。いや、これはめっちゃわかる。多分ね、ちょっとこれ言い方変えると女子を使うって言ったらいいんですかね。お酒飲んでもそんなに顔赤くならないよって言っていっぱいいるんですけど、でもそうすると相手からなんかこの子今日行けそうかなとか思われづらいって思っちゃうから、こっち側が。だから私これぐらいお酒飲んだらちょっと酔うんですよみたいなことを食い差しとくみたいな感じですね。例えば私みたいなお酒の弱い人だったら結構お酒酔っちゃうんだよねみたいな風に伝えていたりとかすると、これもちょっと一つの誘いサインというか、ちょっと今日の私ガード緩いですよみたいな感じのことを匂わせてるのに入るのかなと思います。席立った時にフラフラする、見てる側はそれが本当なのか演技なのかって分かんないじゃないですか。プラスちょっとそのフラフラするって少し危険というか心配になる動作ではあるので、お前嘘だろとはなりにくいじゃないですか。どちらかというと大丈夫とか、とか送ってこっかとか、ちょっと休もっかみたいな風な流れにトータルでなりやすいので、これをこういう女をちょっと使って誘いたいなみたいな風に思う人っていうのはやっぱ多いのかなと思います。3つ目は、相手の終電後の発言と言動が合っていない
例えば実際にいただいた意見と、終電逃しそうって言うけどあんまり急がない、終電のアピールちょっとする、ちょっとこの人と一日一緒に過ごしたいとか、ホテル行くっていう口実を作りたいってなった時に、女子側だとそのホテル行こうよって言えないんですよね。でもホテル行く口実欲しいじゃないですか。そうなるとどうするかって言ったら、どこかに泊まるとかの選択肢しかないですよっていう状況に持ってくしかもうないんですよね。そうなると終電がないっていう状況になるのは、男性側からしても美味しい状況だと思うんですけど、女性側からしても実は結構美味しい状況だってするんですよね。でただで一個あるのが、これ本当に終電ないと困るっていう人と、終電なくても困らないっていう人を見分けないと、相手が本当にそれが誘い待ちですよっていうサインなのか分かんないじゃないですか。その時に使えるのがこの3つ目で言った発言と行動が合ってないっていうことなんですよね。あ、終電ないかもとか言ってるのに全然焦ってる感じないとか、私今日結構終電早いからあんまないんだよねみたいなことも事前に言っちゃうとか、こういうことを言ってると、どちらかというと終電ないこと困ってるんじゃなくて、終電もうなくなれよって思ってるがゆえの発言の可能性もあるので、こういうのちょっと見てあげるといいと思います。次、これ最後めっちゃわかるっていうのがちょっとあったので、これちょっとまとめました。最後が相手にとにかく興味持ってるアピールをすることです。これはもちろんちょっと恋愛的に普通に付き合いたいって意味で興味持ってるアピールをする場合もあるんですけど、恋人未満な状態でもこの興味持ってるアピールをすることっていうのはあって、実際に意見いただいてるんですけど、相手の好きなタイプ聞いたりして恋愛ムードちょっと持っていく、映画の話とか家の話にめっちゃ興味示した感じ出すなどです。相手に興味持ってる感じ出せばいい雰囲気になるじゃないですか。いい雰囲気になるからこそ、女子側も誘うのとか言い出しづらくはあるけど、でも、最終的に、お互いで、そうだよね、いっか、ちょっと行こっかみたいな感じになりやすくなるので、そこはすごいその女子側もちょっと仕掛けてるっていう意味では結構これ出しやすかったりします。あともう一個の、映画の話とか家の話でめっちゃ興味示し出すっていうのがあるんですけど、これは相手の家に行きたいっていうのをちょっとこうつなげるためにやるアピールみたいな感じでする人いるのかなと思います。例えば映画の話だとしても、映画っていうか DVD の話するとか、例えば家にいるインテリア、ペット、最近何料理作ったとか、最近ハマってる趣味、漫画何読んでるとか、インドアでできるものっていうのに興味示し出したりしたら、これはちょっとその家の話題に持っていきたいぞっていうサインかもしれません。なのでこれ逆を言うと、男性側も結構自分の家の話題とか出せる状態にしておくと話弾みやすいかもしれないですね。例えば結構家のインテリアこだわってるとか、 DIY やるとか、最近こういうの作ったんだとか写真で収めておいたりとか、そういう話題をあらかじめ作っておくと相手を誘いやすくもなったりするので、これ女子からも仕掛けるし、男子側からも仕掛けられるしでいいのかなと思います。ということで今回はちょっとここに収まりきらなかったんですけど、もうちょっと番外編ということで何個か紹介しようと思います。もうって言いながら二の腕触ったり手触ってボディタッチ頑張る、誘ってなさそうだったらせめて次会う予定決める、なんでそんなこと言うんですかみたいな、子供これ本来は必要ないじゃないですか、この手いろんなこう身振り手振りがある中でわざわざこう触るっていうのは相手に対して意識してほしいなって風に思ってるからゆえのこれ女子のボディタッチするんで、結構これはやられたかどうかで割と自分をどう思われてるのか決める一個のサインとして見てもいいのかなと思います。あとは手触ってきたりする、例えば男性のゴツゴツした手すごい綺麗ですよねとか、結婚線がうんたらとか、手相見れますよとか、こういうので割と触ってきたり、逆に女性側が自分の手めっちゃちっちゃいんですよねとか言って手比べしてきたりとか、こういうの好きじゃない人とか気になってない人には絶対しないので、こういうのも一個サインとして見とくのはいいと思います。あとは誘ってくれなさそうだったら次会う予定決める、次いつ会えますかとか、そういう風に言われてきたら脈ありサインとしてもこれは見れるっちゃ見れるんですけど、プラスしてちょっと相手からの誘い待ちだったなみたいな風に思うのもありかなって思います。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。いろんな角度で紹介していったんですけど、夜の誘いサインって男性側だとこう大胆に行く人とかっていうのもいたりすると思うんですけど、女子側ってなかなかこう判断しづらかったりとか、逆にそれサインだと思ったら実は違ったみたいな風になることもあったりとか、ちょっと紛らわしいものもあったりするので、こうちゃんと見極めることも必要だと思うんですけど、こういった今回紹介したものも踏まえて何か参考になるものがあれば、ぜひぜひ活かしてみてください。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ま
また次回の動画でお会いしましょう。明日のあなたの一日が晴れになりますように。晴れでした。バイバーイ。最近と言ったらいいのかわかんないんですが、1年前ぐらいからかな、多分。私北海道出身なんですけど、北海道のここに今あるシマエナガっていうのが結構全国的に大ブームになっていて、北海道民としてめちゃくちゃ嬉しくて、私はこれ UFO キャッチャーで撮ったんですけど、最近になってシマエナガブームが来てるのがすっごい嬉しいんですよね。多分これ見たことある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、今まで私その別に北海道にすっごい思い入れがあったかっていうと別にそういうわけではなかったので、地方のものが流行ろうがあんまり共感できなかったというか、例えば九州だとくまモンとか千葉県のふなっしーとか結構こうバンって出たものってあるじゃないですか。ああいうので何だのバズってんだろうなみたいな風に思ってたんですけど、いざこうやって本当に地元のものがバンってバズるとめちゃくちゃ嬉しいですね。本当に皆さんの地元で流行ってるキャラクターなどがあれば教えてください、あるいは多分このキャラクター次来るぞみたいなのがあったらぜひ教えてください。最近そういうの結構見るの好きなんですよね。多分 UFO キャッチャーとかで、私はもうゲーセンに入り浸ってるので、 UFO キャッチャーとかで多分見かけたらもうこれは本当に人気者になった証拠だなみたいな風に結構私思っちゃう節があるんですけど、地方のキャラクターで埋めようかなと考えておりますので、流行ってるキャラクターなどあれば教えてください。ということで、はるでした。バイバーイ。